は野田チャンネル。はいどうも、あどうも、あとはいけるあいけない、はいどうも、あどうも、あどうも、今日でいやいやいやめっちゃハルデーイエーイということで、私ですね、あ時刻はですね夜9時を、過ぎました。川野田の深い話よということでありがとうございます、ですね、私店舗をね、お店をやってるんですけども、店舗の方をですね移転しましてですね、そしたらですね、もうアパートの一角で今やっています、フリマちゃん、川野田チャンネルショップ桶川店ということで、やっているんですけれども、あこの宣伝とかじゃなくて、ね、いいんですけども、こちらアパートの今一角でやっておりまして、そうしますとですね、やはり、お隣さん、そして上の住んでる方、いらっしゃいますので大きい声が出せません、前はですね、隣は会社ね、下はコインランドリーで、上はなんか住んでなかったかな、そんなんもあったんで大声が出し放題、 YouTube 撮ってた時もね出し放題なんですけど、今ねちょっと抑えながらやってるんですよ。だからね、大声出せるとこここしかねえってことでね、やるっきゃないっていうことでね、ここでね大声出していこうかななんて思っておりますよ。何ですかこれは、もう本当に無理やり出すっていうね、ありがとうございます、元気いっぱいでございます。もうね10月に入りましたから、一番過ごしやすい時期ですかこれがね、もうなんかやっと解放されてね、風がなんか気持ちよかったりとか、夜ちょっと寒いとか、もうこの辺がねちょっといいですよね、春にはない感じ、ただですね、やっぱりねアレルギーがねあったりする方もいると思うんです。俺もそうなんですけど、俺はもう春も秋も食らっていまして、なんか秋なんかねひどくなると喘息みたいになっちゃって、息ができなくてね、っていう感じになっちゃうんですけど、それなければもう全然、もうそうならないね、薬を飲んで、頑張っていこうかなって、今のところ全く出てないんですけどね、ということでありがとうございますなんでそんなネガティブなこと言うんだよということですね。はい、10月4日51回目です。10月でね、やってまいりましたね。あ、言いましたっけ俺ちゃんと、そう言いましたね、川野田の深い話でございます、よろしくお願いします。最近ねちょっと忙しくて大変なんですよ、それはなぜかと言いますと、ね、10月4日です、しつこいように言ってますけども、で11ヶ月ちょうど1ヶ月後、ね、11月4日にね虹塚フェスというのをやるんですよ、ちょっとね他局のちょっと俺自分の番組で申し訳ないんですけど、そちらで、ね、公開収録がありまして、それでね、ちょっと忙しい。でもコマーシャル、あコマーシャルなしだ、いやちょっと待って、ということで、ありがとうございました、チャンネル登録そして高評価そして川野チャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるからいち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ、100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ、そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。